ロイド様がこのソヤな男と戦ってくれるのですわ。はあ？本当なんだな。本当にこのロイドと戦うというのだな。いえ大佐、自分も軍人の端くれ、何の罪もない一般人に手を出すわけには。空気読め！軍人たるもの、一般人くらいバカバカにできないでどうする。あんたいつもなら軍人が守るべき相手に手を出すとは何事だなんて言って修正しまくるやんか。このロイドという少年は例のルーン文字の子だ。あ、レッツファイト。どうしたんですお二人とも。そうか、大佐たちはリドカイン家出身で数多の大会で優勝したこの俺の実力が見たいのだな。すまん君、俺と戦ってくれ。え、僕弱いですよ。俺には認められなきゃいけない目的があるんだ、頼む。あ、わかりましたから、頭を上げてください。はあ、ありがとう。あのメルトファンの旦那、これアランのやつ下手したら死ぬんじゃないですか。いや、アランは頑強さには定評がある強者だ。無防備な顔面に渾身の一撃さえ食らわなければ大丈夫だろう。よし、君と俺とじゃさすがにハンデが必要だろう。え、先に一発顔面を思いっきり殴ってくれ。俺の一番の売りは頑強さなんでな。あ、はい、頑張ります。ではメルトファンの旦那、あいつ死んだな。おい、何ぼーっとしてるんだ、飛べるぞ。行きます。行くなー。